FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、アニョンセヨ、シノノです。 EK Radio 火曜日は韓国の最新情報や音楽カルチャーを紹介するエンターテインメントプログラムです。昨日誕生日でした。そしてリフティカーズ BZZA Back to You に聞いていただきありがとうございました。また感想は今度話します。僕は月曜担当のカンナ君の質問に答えます。質問はシン君、なんと昨日はシン君の誕生日ということでバスデーソング歌わせてもらいました。ありがとうございます。そして質問はシン君の一番好きなケーキは何ですか。そして誕生日迎えて一番初めにしたことは何ですか。まずありがとうございます。カンナ君の歌を聴けて嬉しいです。そして一番好きなケーキはショートケーキです。はい。そして誕生日迎えて初めてしたことはファンの皆さんのことを考えました。いつも感謝ばっかりな人生だなと。本当にこう自分の誕生日もすごい大事だけど、まあこの前こう無事に終わったこう BZZA が、本当に嬉しすぎて誕生日よりファンの皆さんのことを考えました。ファンの皆さん本当にありがとうございます。リスナーの皆さんありがとうございます。これからも幸せな時間たくさん作っていきましょう。僕シンにメッセージください。メールアドレスはシン @fmyokohama.jp shan@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さてオープニングナンバーはイムジン잠깐시간될까잠깐시간될까만날수있을까별일은아니고그냥보고싶어그래잊지말고대답해줄래그럼나게네설레장난치지말고내게답해줄래어떻게생각해만나서반가워아마첫인사부터이런마음이었었는지도몰라나이제내게다가서려해거리를좁혀보려해나망설이지않기를우리가만약시작한다면그누구보다예쁘디예쁠거라생각해혹시넌어때할얘기가많은데마침너희집근처야혹시나괜찮다면잠깐시간될까만날수있을까별일은아니고그냥보고싶어그래잊지말고대답해줄래그럼나게네설레장난치지말고내게답해줄래혹시근데말야내고백말이야답안해줬잖아너는나어떤것같아부담안가져도돼진짜야나마도내가이런마음을보내다보면너에게닿겠지만혹시그렇게되진못하더라도이순간만큼은설렜던기억으로남기를이대로너와내시간이멈춰버렸음에아직우린아무사이도아닌데난괜히그래할얘기가많은데마침너희집근처야혹시나괜찮다면잠깐시간될까만날수있을까별일은아니고그냥보고싶어그래잊지말고대답해줄래그럼나게네설레장난치지말고내게답해줄래
어디보다 사실 지금 당장 널 보러 가고 싶은지 이게 멈춰라면 안 돼 그냥 보고 싶어 나 너 좋아해 말로 다 못할 정도야 널 좋아해 널 보고 싶단 말 날 안아달란 말 너 얘기했던 모든 말 전부 다 진심이야 단 한순간도 가볍거나 お送りしたのはイムジン잠깐시간될까でした。新野々がお送りしている FM 横浜 EK ラジオ火曜日の神秘ナイト。ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームマルハさん、しんくんこんばんは。こんばんは。しんくんは日本語がとっても上手ですが、今でも知らない日本語はありますか？また最近覚えた日本語があったら教えてください。韓国で日本語を使うことはあんまりないと思いますが、突然日本語が出ちゃったりすることはないですか？日本語わからないのいっぱいですよ、まだまだ、漢字とかやっぱ覚えなきゃいけないし、こうまだまだ知らない単語もいっぱいあるので勉強を続けてやっています。そして韓国で日本語を使うときは、まあある日こういうことがありました。コンビニに行きました。人が並んでました。僕の前のある方が、お会計してました。なんか店員さんの言葉になんか慌ててました。よく聞いてたら日本の方でした。だから通訳をしましたっていう話はあります。こういうことですよって説明してあげて、 ありがとうございますって言われて、あ、どういたしましてって言って、まあこういうことですかね。まあどっか日本語を聞かれると、困った日本の方がいたらなんか日本語でこう通訳ちょっとしてあげたりとかたまにしてますっていうことです。マルハさん、メッセージありがとうございました。次、ラジオネームマミさん、しんくんこんばんは。こんばんは。前にしんくんがラジオでおすすめしてくれたウヨン弁護士は天才肌見ました。おー、シンくんが韓国語カルチャー受精用で教えてくれたので、ウヨングの自己紹介の意味が分かって楽しかったです。ドラマの内容も楽しかったです。シンくん大好き。こうやってなんかおすすめしたものを見ましたっていうこと言われるとすごい嬉しいです。僕も一生懸命いつも毎回こう何を紹介すればいいんだってすごいすごい悩むんですけどね。そういう悩んで僕も勉強して、皆さんが見たら本当にいいなと思うものを見てほしいから、いっぱい考えるんですけど、やっぱこう 見ましたよって言われた瞬間、あ、僕がやっていたことは無駄じゃなかったんだって思って嬉しいです。いや、これからもドラマ頑張って見て皆さんに紹介します。応援してください。まみさん、ありがとうございます。僕、シンにメッセージまだまだください。シン@fmyokohama.jp。shin@fmyokohama.jp。はい、皆さんのおかげで、無事にリフスティカーズ BZZA が、終わりました。ありがとうございました。詳しい話は、また今度にしましょう。本当にちゃんと感謝の気持ちを、こう、お伝えしたいと思います。そして新野のジャパンオフィシャルウェブサイトチェックお願いします。そして僕の YouTube チャンネルも見てください。本当に感謝の気持ちしかないので、皆さんにお送りしたい曲はこの曲です。新野のセレナで。보면 아직
져생각이꼬여꼬여꼬이는나어떻게다가갈까고민이쌓여쌓여할말있어몰래누가안볼때시간좀어때놀라지는마지금부터선택기회를줄게したのはシノのセレナデでした。はい、誕生日ということで、恒例のケーキをいただきました。ありがとうございます。ケーキを切り分けたいと思います。でも毎年思うんだけど、この真ん中にあるチョコがもったいないなと思います。なぜなら僕の名前が入ってるからです。はい、本当にショートケーキが好きなシンくんに、スタッフさんがこう美味しいショットケーキを用意してくれました。はい、上にはイチゴが乗っていて、中にもイチゴがたくさん入っています。そして写真で皆さん確認できると思うんですけど、ハッピーバースデーシンって書いてます。韓国の誕生日はまあこうやって同じくこう友達でみんなでこうケーキを食べたり美味しいものを食べたりするのが多いですかね。うん。そして子供の頃嬉しかったプレゼントは、僕こういうこと言って皆さんが、あ、何って思うかもしれないんですけど、エンピスリって覚えてます？あの音楽聴ける機械。今はもう携帯で十分聴けるけど、韓国で初めてエンピスリっていう機械が出た時に、お父さんがプレゼントで、あの音楽好きだから聴いてっつって買ってくれてたんですよ。それで初めて歩きながら音楽を聴くことができたんですよ。その前まではまあ CD プレイヤーって言って CD を入れてその歌手の曲しか聴けなかったとか、そのアルバムしか聴けなかったのしかなかったんですけど、そのプレゼントだったのが本当にこうダウンロードして初めて聴けるこういうものが初めてこう世の中に出た時だったから、あれは嬉しかったですよね。誕生日をファンの方にも祝ってもらえて嬉しいです。本当に、まあ、BZZA っていうものが、まあ、僕の誕生日のこうお祝いっていうか記念しようっていうことで始めたけど、僕が最初これをじゃあこうやるときはまあそういう気持ちでこれを続けてるんですけど、僕の全部全部あげるっていう意味の BZZA じゃないですか。本当に365日間皆さんに愛されてる僕だからこそ、誕生日には皆さんに
ちゃんと恩返ししようっていう気持ちで、毎年頑張ります、皆さんぜひ応援してください。じゃあショートケーキ食べてみようか。味を見ないとね。食べてみます。うん、なんか口に入れた瞬間パッて消えちゃうこの美味しさ。あ、皆さんにも伝えたいな、この美味しさ。いちごも本当にたっぷり入っていてめっちゃ美味しいです。美味しい美味しい。いちごも新鮮。ケーキを食べながら思い出しましたが、昔ケーキを食べる日っておばあちゃんの誕生日、お母さんの誕生日、お父さんの誕生日、シンの誕生日、1年4回しかなかったから、みんなの誕生日を待つことはすごいワクワクしてた記憶を今思い出しました。だからケーキ食べる日だと思ってたのが誕生日だったんですよね、多分。だからこう今も誕生日にケーキを食べられることがすごい人生に感謝の気持ちを持ちました。これからもね、頑張ってラジオもやって美味しいケーキも食べて楽しい番組作っていきましょう。次の曲はこの曲です。エスパーベルティングス。Goddamn sure my energy is just too precious to waste a night and night. Know me, wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but you can't have me, cause I left you alone. You know you wanna know me, wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but you can't have me, cause I'm gone, gone, gone. I got better things to do in my time, better things to do in my time than you.新の日本美味しい発見。
い、韓国のノルジャー、今日は韓国でお送りしています。今日は誕生日の記念放送ということでですね、韓国では誕生日になったら食べる、わかめスープを用意してみました。本当にこれは知らなかったんですけど、コンビニでも簡単にこう食べれるカップわかめスープがあって、それを買ってきました。本当にそのわかめのブロックがあって、それを入れてお湯を3分入れれば完成するということで、もうお湯は入れてきましたが、どんな味かすごい気になりますね。カロリーはねすごい少ないです。45カロリー。そうなんだ。どんな味するんですかね。海の香りがたくさん入ってるっていうけど、普通普段こう誕生日に実家でご飯食べるときはわかめスープに、牛肉とか入れるんですけど、これは多分わかめだけなのと思います。金額も結構なかなか安かったので、本当に誕生日にこうわかめスープを飲めない食べれない人はちゃんとこういうコンビニでも買って食べてもいいかなと思いました。すごいですね。最近はお仕事でこう海外にいることが多いから、わかめスープをこう飲めない時があるんですけど、実際の味はどうかなとすごい気になっております。結構開けてみたら美味しそうにすごい見えるんですけど、普段食べるわかめスープとは匂いはちょっと違うかな。やっぱり牛肉入ってるのとはやっぱちょっと違う匂いがします。もっと海の匂いがするつうか、なんかそういう感じです。そしてわかめもいっぱい入ってるんですけど、じゃあ早速食べてみたいと思います。お、普通にめっちゃ美味しいです。ちょっと簡単に作られるし、ちょっとこう匂いもそう牛肉が入ってない感じだったから、お、苦手かもしれないなと思ったんですが、意外とすごい美味しいです。なんか味も薄くもないしぴったりだし、なんかこうスープの深さがなんか入ってるのがいいですよね。またこれは白ご飯があったら全部こう食べたいです。わかめスープ、本当に誕生日になったら食べる、こうなんて言うんだろう、思い出の食べ物でもあるんですけど、皆さんも自分の誕生日に時に、本当にわかめスープを一回こう家族みんなで食べるのもまた新しいこう、思い出になるんじゃないかなと僕は思いますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。はい、皆さん今日、本当にお祝いたくさんしてくれてありがとうございます。そしてイベントに来てくれた皆さんもありがとうございます。スタジオに戻りましょう。I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 나 잡아올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat 네가 원했던 건 그게 전부야 흘러가는 파도와 내 흔들리는 boat I'm on a boat 멀어지는 도시 어딘가로 멀리 멀리 지는 해를 바라보면서 잠들 수 있는 낙이 필요해 떠나지 말란 법은 없지만 두고 가야 할 게 많아 겁이 나는 걸 가끔은 한심한 꿈들이 필요해 But 나를 바라보는 눈이 너무 많아 저 멀리 갈 수 있는 배가 필요해 내 삶은 파도 따라서 흘러가야 I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 나 잡아올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat 네가 원했던 건 그게 전부야 흘러가는 파도와 내 흔들리는 boat 멀어지는 도시
어딘가로 멀리 멀리 지금은 꽤나 멀리 온 듯해 생각했던 모습과는 조금 달라도 괜찮아 이건 모두 내가 바랬던 이상해 야 이 정도는 감수해야지 yeah. 파도가 날 덮칠 수도 있지만 밖에 사고가 날 수도 있지만 I'll be okay 난 내 삶에 만족해 나 향한 걱정과 우려는 필요 없어 I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 나 잡아올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat 네가 원했던 건 그게 전부야 흘러가는 파도와 내 흔들리는 도시 I'm on a boat 멀어지는 도시 Going on. 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 다 잡아올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on. 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat 내가 원했던 건 그게 전부야 흘러가는 파도와 내 흔들리는 I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on. お送りしたのはジョージ・ボーツでした。 FM 横浜 EK Radio 新小野がお送りした FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイトいかがでしたか。僕は新にメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。新アットマーク FM 横浜 .jp SHIN アットマーク FM 横浜 .jp 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のハヤト君に僕から質問します。ハヤト君はどんな種類のケーキが好きですか。それでは最後は真の今日の一言。ケーキより甘いのは皆さんの思い。 FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト真野でした。アンニョーン。